いよいよ新年聞けばもう今日からスタート、今年のえとは先ほどからも言っております、羊。羊は十二支の八番目にあたり、字の語源から。多くの作物が成熟する大切な時期という解釈もあるそうです。うん、トーマスの箱では毎年この時期の恒例で羊にまつわる曲をお届けするんですが。うん、ニュースの壺のコーナーはまた毎年恒例のその年のえと話。 うん、ということで今年は羊ですね。うん、はい。まあ毎回やっておりますけれどもちょっとおさらいしましょう。えとというのはそもそも何ぞやということですね。うんうん、暦を記録するのに用いられていたものです。うん、で、季節、それから時刻、まあ、方角なんていったものを表すのがえとなんですね。で、このえとというのは正式に言うと実感十二子。 2>, うん、2種類あるんですけれども、今はもう、えとといえば十二支の方が主流でよく知られてますね、イコール十二支と捉えられることも多いです、その中の8番目に当たるのが羊です。うん 羊は、さっき季節、時刻、方角などを表すと言いましたけれども、十二支の中では旧暦の6月のことを指します。まあ、現在の暦で言うと8月頃にあたりますね。うんうん、時刻で言いますと、午後2時を中心とした午後1時から3時という、まあ、お昼時ですわね。方位でいきますと、方角でいきますと、羊というのはほぼ南南西に当たるのが羊の方角だそうです。羊は この干支でいう場合の羊っていうのは、うん、普通の漢字の羊ではなくて「み」って書きますよね、うん、未来のうん、うんはい。でこれは木の小の未熟な枝を示す象形文字に由来するということで、うんうん、果実が熟熟しきっていない未熟なな未状態を表すすんだそうで多くの作物が成熟する大切な時期ですからまだ。 あのこれから成熟していくということにもさっきの話ねつなんですよがっていますね、はい、だから大事な時期とも言われているんですね、うん、で風水で言いますとこの羊というのは人脈の尊重象徴だったりするんで人脈とか大事ですよね、はい、風水の世界でも大事みたい。はいはい、さあそんな羊 羊年なんですけれども、振り返って羊年にはどん、っていうのはどんな年だったか。これも恒例です。振り返ってみましょう。過去の羊年、遡る形で近いところからいきます。一番近いのは2003年、平成15年。この2003年、平成15年何があったかって、パッと思い出せます。平成15年といえば、 日本ではから年表とか見ないと全然分かりません、うん、坪井さんが、はいえー、行ったんだけど、はい、店に入らなくて素通りしてきたビルがオープンしてますあ思い出しました、はい、これはこの間もちょっと話題になりましたけれども、うん、ここにも「ロがすきや橋二郎」の,二郎の紹介でロブションがここに店を出してと、うん、初めてのカウンター式の、うん あの店を出しましまたフランス料理、はい、対面式カウンター式、はい、そこを私はコーヒーショップと間違えて「はい、コーヒーください」って「すんませんうちはコーヒー屋ではございませんので」と言ってここの間は 隙キヤしシでしっしと追い出され、ローブションでもすみません、うちはコーヒー屋じゃありませんのでって言われ、すぐすぐと出てきたって、私はそういう星の元に生まれた人なんでしょうね、きっと、有名店から追い払われるという、その年です、はい、オープン、ヒルズ族なんていうね、言葉が流行りましたそれから個人情報保護法が成立してます、日本郵政公社も補足してます。 なんか今にちょっと通じるような感じではありますね。うんうん、あのロポンギヒルドはつぼさんに通じてるだけで、別に今に通じるのかわかりませんけど、<laughs> はい。あの今に通じてますね。通じてますね。はい。はいはい、追い出され具合が通じてます。曲で言うと世界で一つだけの花とか地上の星中島ミスミケさんね、うん、が流行りました。うんえー、それからえっと。 作品小説とかあの本,本とかでいくと、うん、映画とかでいくと「バカの壁」とか「うん、世界の中心で愛を叫ぶ」なんていうのもこの年ですね。うん、世界的なニュースでいくと新型肺炎、SARS、が流行この番組ではこの「SARS」何の略なのかしらという、うん、私の疑問に「SARS」A R S、ね「うん、SARS」何の略なのっていう私の素朴な疑問に対して坪井さんが、うん 寒気頭いたい年経ってもめちゃくちゃゃく笑えますです。よですまあいいえに、えー、さらに遡ること12年1991年、はい、平成3年、うんえー、私女子大生ですこの頃ね、うん、え二、ー、?23 歳。 <laughs> よくよくわかんないけども、もうわからんや。24年前で。<laughs> あんまり聞かんといて。はい,はい。はい。うん、えー、あ、でも日本の大きなニュース、あ、だからほら、私がバブリー女子大生の頃ですから、<れ>大型ディスコ、ジュリアナ東京オープン。あ、ジュリアナの時代か。ジュリアナ東京、のの、ンス振って、ねえ、踊ってましたですね。うん。それから、うん、オートマチック限定免許がスタート。あ、この頃から、はい。小高さんが撮った時にはなかったですねって、スタッフが言ってみた、あったわ 私が撮った時はありました、もうできてました、オートマ限定は。あでもあれですね、ちょっと暗いニュースとしては、雲仙・普賢岳の火砕流発生っていうのが、この年ですね、それからエンタメ系でいくと、坪井さん、覚えてますか、サンタフェ大ヒット、宮沢りえちゃんの写真集ですねこれ、今、あれですよ、幼児ポルノとかいう幼児じゃなくてもいいですよね。 はい、これ持ってたら、これは犯罪なのみたいな話でちょっとこうね。ういう議論があった時なんか、ね、じゃあ、宮沢里江のサンタフェもこれ持っとったらあかんのか、いうこと未成年のこういう写真はどうなんやっていうね、はいうん、ありましたですよね。東京ラブストーリー、101回目のプロポーズなんてドラマもヒットしました。それそれそれ、そ、うんはい、えー、それから、世界の動きとしてはソ連消滅、うん、初代大統領、エリツィンさんというようなね、うん、<素>私が京都で朝の番組をやってた頃です。 でうだからこれも全然僕の周りのコメンテーターの人も誰も言わなかった、うん、誰も言わなかったしあのバブルの崩壊も誰も言わなかったんで、うん、あのなかなか専門家でも未来は見通せんなさっき株価がどうこうのと言いましたけど、うんはい、あ株で言うならばですねさっき辰巳天井いう言葉があって、うん、辰巳の年は天井見年はさっきのあれによう似てます。はい、あの未熟なとこでも 作物がこれから育っていくということで見年は我慢だしだから株のやってる人は昔からそういうようなことを言いますよね我慢の年だというでさらにさらに遡りましょう次はですね年昭和54年あもう昭和になりますねここからはね昭和54年と言いますと坪さんは。 うん、覚,えて覚えてるっていうかパッと思い浮かびますかね、はい、えは空白の一日問題これはこっから江川がもう何というかね、はい、あの悪役というか <laughs> そういう役目でずっと来ましたね、うんうん、この人はまあ規則の中でいろいろね振りまあこの人分かりませんけども規則の中でこうなんかこう渦中のところにいただけの話なんですけども。はい ありましたですねと、はい、いうことがねあと、うん、メカ好きでいくとねそのさん、はい、ウォークマン登場<あ>大ヒットこれ僕あの第1機種といいんですか第1号機買いましたはい、はい、ああこ,こういうもんかと思って買いました、ねはい、ソニーはウォークマン、うん、東芝はウォーウォー,ーキー 国公立大共通一次試験がスタートしたのもこの年ですねこあたりから僕らは受験生ではなかったんですが、何やら受験の制度が全然、わわけがからななってきましたその後また変わる、どんどん変わっていったりなんかもしましたんで、世代によってね、共通一次とかセンター試験とか、私の時はね、センター試験、共通一次ゃかな、A、B みたいな。AB と 2回受けられるっていうのが始まったとしてもありましたあ<ー>私が受けた時は、ね、これはそのこの年じゃないですね、もっと後ですけどね、エンタメでいくと、ですね機動戦士ガンダム、テレビ初登場、あ<ー>大人気、今の大人のガンダム好きってい、ね、うの、ん、は、だからこの頃の小中学生っていうのは、うん、こう今、大人になってガンダム好きみたいな人たちがいっぱいいますねこれ、本当、厳密に言うと、あの最初の時よりあのずっとその後のほうがどんどん加速していったような気しますねシリーズがありますのでね。 やっぱこう振り返ってみんながやっぱこれがいいぞとか言い出してんかそんなことがありましたねありましたですねはい、はいはい、私はこの「ガンダム」の映画、うん、映画が初めて子供だけで見た映画ですわ、うん、はい、はい、面白かったですよあ,あそうあれですよあのプラモデルやなんかガンダムのねプラモなんかはもうここの会社の人の話を聞くと もうどんどんこれ積み出していっても、うん、どれだけ売れるんやというぐらいに、はい、満杯に積んだガンダムのプラモがもうひっきりなしに出ていってもそれでもあとも絶立たなかったという、うん、作っても作っても売れましたというそ、はい、うん、私はガンダムガム買いましたけどねあで私はあの買ったやつはガルダンガム <laughs> ガンダムのシール付きかなと思ったら 全然別なやつガルダンガム、ガンダムガムかと思うやん、<laughs> ようこんな似た名前をつけたなと思いました。はい、はい、騙されたのが坪井さん、1979年、この年あったり。その年やん、プラモなんかでも、もう色、やっぱり自分で塗りたいということでね、ガンダムブルーとかなんかいろいろ、ガンダムカラーの独特の、これ塗った方がもっと仕上がりええよいやつで、<laughs> みんな買いましたよ、そういう色なんかもね。ガンダムもそうですこの年はね、3年 B 組金八先生。 が始まったりもしてるんです今、ジバニャンがパロディーやったりなんかしてるみたいですけど、うん、あとヤングマンとか、船唄がヒットあのやっぱりこの頃小学生とか中学生、子供だった人たちが大人になって、今、現体験で、ちょっとリバイバルとかリメイクとか、うん、あの復活みたいなものが、うん、この年あたりのものは多いみたいですね。そういうことか。うん、この頃の文化って、やっぱりちゃんとあれですよね、あの時代を経ても。はい ちゃんととこうう受け止められるといし、はい、しっかりしたものだから歌舞伎でもずっと続く意はちゃんとなんかしっかりしてるからこそ時代を超えるんであって、えー、こういう時のアニメっていうのもなんかそういう意味ではね、はいま、うん、だにずっとやっぱり引き継がれてますよね。はい、で1967年昭和42年、えー、さらに遡ると次来日 <laughs> ミニスカート大流行とかね。<ー>はい それから大阪の私鉄阪急で全自動改札機初登場、今やもう IC 上作が主流ですエンタメでいくとスパイ大作戦、ミッションインポッシブルやねねこれね、うん、逃亡者なんてのが流行りました外国ドラマがブームですね。うん、見てましたリチャードキンブル逃亡者 妻殺しの男をかけていく自分が死刑囚になった事故でもってその事故に本当は死刑になるところが移送中に事故で、うん、あの列車事故でそこから逃げ出していくわけですよ。はい、はではたーまと妻殺しの犯人をかけていくんですけれども行く先々でやっぱり顔が割れてしまってですね あなななたは死刑囚じゃないのととかいうことでね、はい、と坪井さんだから、はい、20歳の頃じゃないですかこれ4十年みたいな、ね、ましたよこれそのぐらいの頃ですよね「オールナイト日本が始まったのもこの年だそうですああそういうことですね、はい、あの深夜というのはみんな寝るもんだと思ってましたですからあんまりろくな放送がなかったんですが、うん、電波枠というのがあったもんですからそこにいっぺんなんかもうやってみようかと、うん、こんだけ遊んでるんならというようなことでバーンと。 いっぺん、若者に解放したらどうだろうみたいなことで、軽い気持ちでね、どうせ余ってるとこですからと言ったら、それがものすごい深夜放送、若者の解放区であるというところまで、どーっといったわけですよね。うん、はい、うん さらに遡ると昭和30年1957年坪さん8歳の頃小学校2年生クラウン発売トヨタのね<ー>クラウン発売とか女の子で行くと漫画雑誌「リボン創刊」とか世界で行くとディズニーランドアメリカのディズニーランドが開園とかあ,<ら>あったのがこの1957年というようなあ羊としてこうやって振り返ってみると、うん、あのいろんな今の こう事柄につながるものなんていうのはちょっとさっき飛ばしましたけど1979年にはスリーマイル島の原発事故なんかも発生したりしてるんですね、うん、だからちょっとこう今につながるようなことが結構あるななんていう風に感じたりなんかもしますね。ということで羊同士にちなんだお話というのはまだまだあ明日も続きます。